月6日、歌の農村環境改善センターで、歌のふるさとふれあい祭りが開催されました。この祭りは、平成2年に第1回目がスタートしてから、今回で節目の20回目を迎えました。地域の人々が集い、ふれあいと交流を通じて、郷土を愛する心を育み、健康で心の通い合う活気あふれる街づくりを目指しています。センターの多目的ホールで、歌の児童館のメンバーによるキッズソーランのオープニングアトラクションで、イベントの幕開けです。地域に元気をということで、ふるさとふれあい祭り計画されてもう20回目を迎えているわけでございますが、なかなか地方の元気というものはあるようで、なかなか表に出てきません。まあそんな中での開催でございますので、本日もどのくらいぐらいのお客さんが来てくれることかなと心配しながらの開催でございます。大変暑い中でもございますので、ちょっと出足も悪いんじゃなかろうかなと思ったりするところでございます。しかしこうした祭り、ふれあい、交流を通じて人々がそれを大きく集い、またそれが元気になっていく活力になるのではなかろうかなと思っているところでございます。何人にも手作りの祭りでございますので、十分満足のできるようなこともできませんが、出演者にもご迷惑をおかけしたり、まだ見ていただく方にもご不自由をおかけするようなことが多々あろうかと思います。しかしこの下、残暑厳しい折でございますので、十分水分をとっていただいて、お体に気をつけて一日ごゆっくり過ごしていただければ幸いかと思いますので、一つよろしくお願い申し上げます。続いてはロックバンドバイセローゼによる大音響のロックです。私は今、歌のふるさとふれあい祭りの会場にやってきています。お祭りにふさわしく、雲一つないいいお天気に恵まれています。今日はこちらの会場の方で、さまざまなアトラクションやイベントなどが行われています。そして地元の方々によるバザーなども開催されているということですので、今から行ってみたいと思います。それでは皆さんご覧ください。どうぞ。地域の各種団体や婦人会、サークルなどによって、それぞれ趣向を凝らしたバザーが行われています。はい、こちらの方に大きな大きな鍋がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。折れちゃう。こちらの方は、ホルモンというふうにアコに書かれてたんですけど、何なんでしょうか、ホルモンっていうのは。牛の内臓です。牛の内臓なんですか。はい。
いやいやいや、ありがとうございます。何が入ってるんですか、これは。牛の内臓と味付けを。あ、そうですか。味付けですか。醤油と砂糖とニンニクで。醤油と砂糖で。あ、そうなんですか、うん、これはなんか秘伝のタレかなんかなんですか。私の独自の味付け。あ、そうなんですか。ありがとうございます。これちょっと見せていただきましょうか。これカメラさん見えますか。これがホルモンということですね。あ、これいこうか。これ、これですか、これですか、うん、それそれ、これですか、うん、じゃあこれいただきます。はい、どうぞ。これアンチョウか。これ、てっちゃん、てっちゃんですね。てっちゃん、いただきます。おいしい。正直言うで。おいしいです。隣のテントでは、日赤奉仕団による非常食の炊き出しが実演されました。あれなんですね、ご飯、非常食ということで。はい。ね、はい、これは、非常時に皆さんに配るものなんですか、実際に。そうです。あ、そうですか。はい。ってことは今こう地震とかもありましたけど、その時とかにもこういうのが配られてたっていうことですか。そうですね。これはもう、はい、お米を入れて梅干しを入れて、それで熱湯で30分、はい、沸騰させますので、衛生的にも非常にいいので、はい、で簡単に手早くできるということで、はい。ってことはこれは、各固定家庭で持ってきて、このまま置いといてもこう常温で常備できるんですか。冷蔵庫がいるんですか。普通でしたら多分、はい、長く保存しようと思ったら冷凍していただいて、はい、で必要な時にまた電子レンジか何かで使うと、そのまま長くも保存することができますので。はい、これ、手に取って見てみたら、皆さんカメラではちょっと確認しにくいかもしれないんですけども、本当一粒一粒ご飯がちゃんとね炊き上がったものなんですよね。はい、ね、でこういうのって本当にこう非常時にはこう嬉しい温かいご飯でしょうね。はい、ね、そうですか。赤十字っていうのはここの歌の地区では他にどういう取り組みをされてるんですか。そうですね、私たちは、はい、まあ、非常食とそれから救急の時のあれ、救急なんて、そうです、そうですね、介護の時のそういう救命とかですね、はい、学習、それと今流行ってる AED の使い方、はい、そういうの年に1回とかそういうのは、はい、してます。でもこういう非常食、皆さんね、日常触れることができないので、こういう機会があったら皆さんに知ってもらうことができていいですよね。そうですね、はい、とてもいい機会だと思いますけど、はい、地元産宇田牛の串焼きや鶏のピリ辛煮、フライドポテトやフランクフルトのお店にも行列ができています。ここは、宇田牛の会ということですね。はい、はい、これは、串焼きですか。はい、串焼きですね。そうです。あ、なんかタレとかつけられるんですか。はい、最後につけますね。これ何風味ですか。焼肉風味でしょうか。まあ、そうですね。はい、すごく美味しそうで、たくさんの人で賑わってますね。あ、はい、ありがとうございます。はい、暑いけど頑張って焼いてください。すみません。あ、どうもこんにちは。はい、ここは、アイライフさんということですけれども、アイライフさんというのはどういう団体なんでしょうか。介護事業所です。はい、訪問介護、訪問入浴、居宅支援というふうに歌ので、はい、一番古くからやっている事業所です。はい、どこら辺に。古市場、岩崎のバス停、そこにそばにあるんです。ここからも近いですよね。近いです。はい、今日は、鶏のピリ辛煮とおにぎりとお茶ですけれども、花おにぎりということで、はい、栄養価満点の向こう外のものを使っております。五色というのは何が入ってるんでしょう。なんかいろいろ五色というのは、ね、しそだとか何だっけ、野沢菜だとか人参だとかいろんなもの入ってます。干し梅だとかね、いろんなも入ってるんです。でこちらは鶏のピリ辛煮ということですけれども、これは皆さんがお作りになったんですか。そうです、うちは全部、ま、昔から手作りなんです。そうなんですね。はい、毎年違うのをするんです。今日お手伝いしてるんですか。そうです。はい、こんにちは。ここは山彦さんということですけれども、う、どういう団体なんでしょうか。特別養護老人ホームといいまして、はいはいはい、老人ホームなんですけども。そうなんですか。はい、私いつも歌のから子どもたちの、サークルの時によく山彦さんのこう看板を見たんですけども、あの看板ですね。あ、そうです。そうなんですね。はい、結構じゃあ、山の方にあるんですか。
そうですね、あの平井のちょっとあの奥の方なんですけど、はい、そうなんですね、はい、ちょっと山の上になるんですけど、そうですか、はい、今日はポップコーン販売されているということですけれども、これ面白いですね、くる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 と、ね、そうですね、はい、うまいことになってます。機械が売ってるんですね、はい、はい、そうですね、で、あ、子供さんがいてますね、ちょっとお話を聞いてみます。はい、わ、上手に釣ってる、どうもすごいね、どうもこんにちは。こんにちは。地元の方ですか。はい、そうです。あ、そうなんですか、はい、これ、たくさん釣れるかな、ドキドキですね。もう張り飛んじゃったから。この祭りにいつも怒られるんですか。はい、いつも参加させてもらってます。参加してるということは何かの団体に。あそこのね、歌の保育所の、あの、で出させてもらってるんですけど。そうなんですね、はい、いつも毎年出されてるんですか、出店は。ね、今年で2年目になりますわ。2年目ですか、はい、はい、じゃあちょっと後から行かさせてもらいます。はい、どうもありがとう。なんか釣れた。釣れた。何色、これ何色やろ。釣れた。釣れた。歌の子と歌の保育を守る保護者会ということですけれども、これは、別々のものなんですか。一応ね、歌の保育所の中で、はい、あの結成しているものなんで、はい、一応同じです。そうなんですね、はいはい、今日はなんかいろいろなものが販売されてますけど、はい、私ちょっと気になったのが無公害石鹸というものがありますけれども、ちょっと見に行きましょうか。はい、はいはい、どうぞ、こっちです。なんか、はい、お母さん人気者なのか、ごちゃごちゃしてるんですけど、はい、歌の保育を守る保護者会で、はい、無公害石鹸っていうのを、はい、もう約25年ぐらい前から、はい、25年ぐらい前から、はい、保護者会の活動として、はい、こういった石鹸を売ってるんです。はい、でこれで得た、はい、まあ、資金とかは、はい、子どもたちが保育所で使う、はい、遊具とか教材とかに、はい、当ててるので、結構地域の人が皆さん、うん、この接点しかあかんねんとか言って、はい、あ、ね、買いに行ってくれる人が多いので、もう肌の弱い女の人とか、はい、もちろんアトピー持ってる人とか、はいはい、でもう小さい赤ちゃんとかね、はい、もう幅広く使えますので、はいはいはい、結構皆さんに、はい、気に入ってもらってます、はい、でもなんかこう保護者の方たちがこう力を合わせて作ったものが地域の人に販売されて、それがまた子どもたちの遊具とかに変わっていくって、変えていくので ね、すごいサイクル、すごい素敵なサイクルですよね。だからね、親たちもすごい力入って、うん、そうですよね、はい、させてもらってます。一応はい、主に頑張ってくれてるメンバーなんで、はい、そうなんですよ、はい、じゃあ、ざっと皆さん、はい、美人揃いなんで、はい、お願いします。じゃあ皆さん、ちょっとカメラに向かって手を振ってください。すごい、はい、どうもありがとうございます。食べ物以外にもヨーヨー釣り、当て物、フリーマーケット、お皿に絵付け体験、無公害石鹸、花の苗と植木、木工製品、記念切手の販売など、色とりどりの出店で楽しさも倍増です。祭りは終日、フォーク演奏やダンスコンテスト、舞踊、コーラス、和太鼓の演奏などが披露され、訪れた人々を楽しませてくれました。
日は大田区春日にあります慶音寺にお邪魔しています。そしてこちらに、菩薩と歩む夢行道の法参会の役員の皆様に集まっていただきました。よろしくお願いします。それではですね、この菩薩と歩む夢行道という行事は一体どういった趣旨で行われているのか、会長の方に聞いていきたいと思います。はい、今年で第5回目になるんですが、菩薩様というのは常に悟りを求めて歩み続けておられる人であるということから、少しでもそういう菩薩様に近づきたい、それを皆さん方と一緒に歩む行動するということは非常に夢のような喜びであるということから、菩薩と歩む夢行動として実行させていただいております。それでは菩薩様の気持ちになって歩くというのがこちらの夢行動の趣旨なんですね。はい、そうですね。なかなかまだまだそれに到達するのは大変なことなんですけど、少しでもそれに近づきたいという願いを皆さんが持って歩む続けるということだと思います。はい、そしてこの菩薩様の行列は25体の菩薩様が歩かれるということなんですけれども。はい、25人の菩薩様と、お面を担いでいますので、足元が見えにくいということで付き添いの方と、それも25名、合わせて50人の方が歩むわけでございます。それに稚児行列が参加いたしまして、お稚児さん、華やかに、保護者とともに歩んでいただくわけでございます。お稚児さんが参加することによって、この頃大変複雑な世の中になっておりますが、子どもさんのためには大変教育上いいんじゃないかと思うわけでございます。そうですね、お子様からお年寄りの方までたくさんご参加されるみたいですね。はい、必ず保護者同伴で参加していただけますんで、親御さんやおじいちゃんおばあちゃん、一緒に参加していただいて大変、ありがたいと思うわけでございます。はい、お面をかぶって歩くということなんですけれども、そのお面やご衣装っていうのはどうされたんですかね。はい、初めは紙粘土で作られたようで、ずいぶん苦労されたようです。今ではいいもの格好になっておりますけども、それまでには皆さんがお持ち寄りになったお衣装であるとか、自分ができる範囲の得手の作業をされて、3年前からこの行動が始まる3年前から始めたようです。檀家の皆様や檀家のご婦人様が作られたんですよね。そうですね。はい、そのお面をかぶって皆様歩いたことがあるらしいんですけれども、どういった感想を持たれましたか。そうですね、私も初めから、3回続けて参加させてもらったんですが、初めは気にかけてなかなかうまくいかなかったですけど、2回3回と重ねてくると、ちょっとこう向こうから私に手を合わせるような格好される方もおられましたようですし、なんかちょっと違った、偉くなったようなね感じもいたしました。なかなかお面をかぶって歩くのは難しいらしいです。それではその行事があるこちらの慶音寺のことをちょっと聞いてみたいんですけれども、こちらの慶音寺とても歴史があると聞いたんですけれども。はい、そうですね、聞くところによりますと1300年前ということで、聞いておりますが、平安時代からあるんですよね。そういうことですね。秋山市の菩提寺になっているんですよね。はい、そう聞いておりますが、ここでね、松山城の菩提寺と聞いております。はい、それではこちらの、歴史ある慶音寺で行われる夢行事、夢行道という行事は10月25日に行われますので、皆様ぜひご参加ください。
毎週木曜日、天満台の灰原体育センターから床を鳴らす軽快な靴音が聞こえてきます。楽しそうに踊っているのはタップフェアリー&タップキッズの皆さん。音楽に合わせてテンポよくリズムを取ります。シャッフルとスラップ、2つの基本ステップを組み合わせて踊るタップダンス。あとは自分の体で自由にリズムを取ります。服装も自由。この自由さがタップの魅力かも。木の床の上ならどこでもできるのもいいですね。3年前に始めた子どもたちはどんどん上達して、今や町のダンスコンテストでも入賞する腕前に。始めたばかりの子どもたちもとても楽しそう。大人のメンバーも軽快にステップ。いい汗かいてます。タップダンスは足首を柔らかくし健康に良いそうです。タップダンスを教えているのは灰原にお住まいの上平節子さん。体を動かすのが好きな上平さんはミュージカルが好きでタップダンスに魅了されたそうです。現在、11月15日に行われる芸能発表会に向けて練習中のタップフェアリー&タップキッズの皆さん。何曲かをつないでテーマを作り、文字通り大人と子どもが一緒になって楽しいダンスを披露したいと頑張っています。練習は毎週木曜日に天満台の灰原体育センターで。大人は午前10時から、子どもは午後6時からです。
詳しくは0745-820076 までお問い合わせください。皆さんも一緒にレッツタップダンス。